げました田中学体育科市議会議員でございます。お隣泉市より坂本健二泉市議会議員でございます。続きまして山本秀明泉市議会議員でございます。そして地元堺市より先ほどご挨拶いただきました西村翔吾堺市議会議員でございます。続きまして池川正夫堺市議会議員でございます。続きまして野村智明堺市議会議員でございます。頑張りましょう。続きまして西村光堺区府政対策委員でございます。続きまして山根武北区堺市対策委員委員でございます。以上の皆様でございました。誠にありがとうございます。では皆様方石破茂衆議院議員こちらにご到着でございます。まずは皆様大きな拍手でお迎えくださいませ。ありがとうございます。それではこの度の総裁選挙の候補者でございます石破茂衆議院議員よりこの総裁選挙にかける思いを熱い熱い思いを皆様方へお伝えをさせていただきます。石破先生よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました。私がこの度自由民主党総裁選挙に立候補いたしました自民党衆議院議員の石破茂であります。まだ残暑厳しい中皆様方お出かけをいただきまして本当にありがとうございます。また堺東駅前の皆様方には大きな音でお騒がせをして本当にすいません。しばらくの間お許しをいただきたいと思っております。総裁選挙もうあとわずかであります。20日が投票日、党員の皆様方はもうすでに投票用紙が届いたよ、もう投票するよ、そういう方が大勢おられるのかもしれません。今度の自民党総裁選挙は確かに自民党の総裁選びです。有権者なのは自民党の党員の皆さん方だけなのです。ですけれど自民党の総裁選挙というのは我々は政権政党ですので総理大臣選び総理大臣を選ぶ選挙でありますからお客様は自民党員だけなのではありません。自民党員でなくても国民の皆様方それはたとえ他の政党の支持者の方であっても無党派の方であっても日本の国をこうしたいんだそういうふうに一生懸命語りかけるのはこの総裁選挙に立候補したものの義務だと私は思っています。多くの討論が行われるべきだと思います。街頭演説も多く行われるべきだと思います。私は今度総裁選挙に出るのは実は3回目なんです。何回も出るねあの人はって思ってらっしゃるかもしれません。最初に出た時は福田康夫さんという立派な総理大臣がいて福田康夫さんが突然辞めることになりました。あと誰にするんだっていうんで5人が立候補しました。麻生太郎、石原伸晃、小池百合子、亡くなってしまわれたけど与謝野薫さん、そして私、5人が自民党はこうあるべきだ、日本はこうあるべきだ、北海道から九州沖縄まで何回も何回も街頭演説をして自民党はどうあるべきか、日本はどうあるべきか、そのように訴えました。2回目に立候補したのは谷垣さんがお辞めになるって言ってまだ我々は野党です。あの時も5人出ました。安倍さん、私、亡くなってしまわれたけど町村信孝、石原信孝、そして今文部科学大臣をやってる林芳正、大勢の人が立候補して自民党こうあるべきだって訴えました。今度は安倍さんの他には私しか出ない、2人しか出ない、自民党の総裁選挙の中で
こんなことはなかったんだろうと思います。街頭演説の数もものすごく少ない。近畿でやるのは京都一箇所だけホテルの中でやる。広く国民の皆さん方、大衆の皆さん方に伝えかけるということをしない。私たちはいいことだと思っていません。自由民主党は自民党だけのものではありません。自由民主党は国民すべてのための政党でなければなりません。自民党が考えていることが国民の考えと離れてしまったら、それはこの国はどうなるのか。私はそのように思っています。自民党は決して内にこもってはならないのである。できるだけ外に出て、どんなに批判があっても、どんなにお叱りがあっても、一生懸命国民と正面から向き合って訴えるのが国民政党自民党だ。私はそういう自民党を作っていきたい、心からこのように思っているものであります。北海道の震災がありました。この大阪でも大きな地震がありました。そして西日本では大雨が降り、台風21号で大阪も関西も大きな被害を受けました。災害に対応するのは当然我々自民党の責任です。安倍さんは今ロシアに行っていますが、外交をやるのも自民党の責任です。だけど同時に国民から逃げない、国民に正面から向き合って訴える、それも自民党の責任だ。私はそう思って今日ここに立たせていただきました。この堺、いろんなことで自由民主党苦しい中でお世話様になってまいりました。維新が強いです。私は幹事長の時に多くの自民党の同志たちが国会議員、府会議員、市会議員、あっちの方が当選しそうだよねって言って多く自民党を離れていきました。辛い中、苦しい中で今日も同志の皆さん方一生懸命応援をしていただきたいますが、辛い中、厳しい中で自民党を支えていただいてくださる同志の皆さん方、党本部はそれを決して忘れてはなりません。どんなに維新が強かろう、どんなに維新が総理と直結であろう、ここの苦しいところで歯を食いしばっている自民党、それを大事にしなくて我が党は自由民主党足りえないと思っています。苦しい市長選挙もありました。岡下さんの選挙も本当に辛い中、苦しい中頑張ってくれています。今日はお母さんもお見えでありますが、岡下さんの選挙一生懸命応援をしていかなければならない。私はそのように思ってまいりました。この堺、政令指定都市、この堺がもっともっと賑やかになり、もっともっと一人一人が豊かになる、そういうような政治を自民党はやっていきたいと思っています。確かに円が安くなった、輸出する会社は大儲けに儲けただろう、金利が下がった、銀行に払う利息が減ったから会社は大儲けに儲けただろう。だけど円が安くなって金利が下がって儲かったのは一体誰か。大企業は儲かったでしょう、株を持っている人は大儲けをしたでしょう。でも大企業が儲かって株を持っている人が大儲けに儲けた、国民一人一人は豊かになっただろう、幸せになっただろう、高齢者の方々はどうなっただろう、正規の仕事に就けない人たちはどうなっただろう。我々自民党はそういう人たちにこそ支持してもらえる、そういう政党でなければならないと思っています。大企業や東京がお金持ちになります。大企業や東京が豊かになります。待ってればやがてそれが地方にも中小企業にもやがてそれがずっと染み出ていくんだよ、そういうことを言う人がいますが、私はそうは思っておりません。大企業がどんなに儲けても、あるいは東
京がどんなに繁栄をしても、それが待っていれば地方に行くだろう。そういう考え方は間違いなく誤りなのであります。豊かさや活力や経済の活性化は、東京や大企業からやってくるものではなく、堺は堺として作り出していくものだ。そうでなければならないと私は思っています。この国で働く人たちの8割は中小企業で働く人たちなのです。この国の経済の7割は中小企業や地方の人たちが支えているものです。そういう人たちを豊かにする、国民一人一人が豊かになる、それが政治の目的であります。簡単な話をいたしましょう。企業の儲けは史上最高になった、そう言ってどうだ素晴らしいだろうっていう人がいる。そのことは素晴らしいです。じゃあ企業の稼ぎの中で一人一人の働く人たちに回る割合、労働分配率って言います。企業の稼ぎの中でどれだけが働く人に回ったろうか、43年ぶりの低い水準になったっていうのは、これは一体どういうことですか。大企業は大儲けに儲けたが、働く人たちに回る取り組みが43年ぶりの低い水準です。これをどう説明するのか。可処分所得、個人の人が使えるお金、どんどん下がっているのをどう説明するのか。この国には65歳以上のお年寄りで一人でぼっちで暮らしている人、一人暮らしの高齢者の方、600万人おられるんです。そのうちの300万人は生活保護以外の所得しか得ていない。そういう人たちを一体どうするんですか。年収が186万円以下の、それだけの所得しかない、一生懸命働いても働いても1年間186万円以下の所得しかない、そういう人たちがこの国には930万人もいるんです。その人たちと男性の 66% は独身なんです。そういう人たちをどうするのか。我々自民党は豊かな人、恵まれた人だけではない、本当に一人ぼっちでこの先どうなるんだろうって不安を持っている人たち、涙を目にいっぱい食べて政治の助けを待っている人たち、自由民主党はそういう人たちにこそ支持をされなければいけない、そういう政党に私はしたい。自民党を本当に国民のための政党にしたい、そういう思いでこの総裁選挙を私は戦っているので、長いものにはまかれろとか、よらば大樹の影とか、そんなことを言うんだったら政治家をやってはいけない。それは長いものに巻かれた方が楽かもしれない、大樹の影に入った方が幸せかもしれない。だけど今日は私と後藤田さんが言いますが、なんで我々は代議士って言うんですか。国民に代わって議論する侍だからこそ代議士という。国民の間にはいろんな意見がある、このままでいいのかって思ってる人たちは自民党の支持者の中にもいっぱいいる。誰がそれを代弁するか、それを代弁しないで代議士とは言わない。私はそのように思っております。国民を豊かにしていくためにはどうすればいいか。それは金利が下がって銀行に払う不足が減ったよね、儲かったよね、働く人たちの賃金を上げないから人件費が下がったよね、それで大儲けに儲かったよね。それは正しい経済の在り方ではありません。どうやってお金を出してもこれが欲しいな、お金を出してもこういうものがサービス受けたいな、お金を出してもあそこへ行きたいな、そういうものを中小企業や地方が作る、それにどうやって応援をするのか、政府がやらなければいけないのはそれなのです。今この堺も中小企業がいっぱいあります。今困ってるのは誰が後継ぎになってくれるだろうか。
散々会社を一生懸命守ってきたけど誰も後を継いでくれない、そう思って悩んでいる中小企業の社長さんいっぱいいるんじゃありませんか。そういう人たちに手を差し伸べるのが政治じゃありませんか。だけど東京には人生80年時代90年時代50歳になった60歳になったもう一回第二の人生は地方で送りたいって思ってる人がいっぱいいるんですよ。地方には後継ぎはいないなって悩んでる人がいる。東京には堺の出身だ、羽曳野の出身だ、貝塚の出身だ、生まれ故郷でもう一回人生を送りたいって思ってる人はいっぱいいるんです。どうやってこれをつなぐか、その仕組みを柴茂は作ってまいります。どういうような仕事が堺にあるかな、どんな仕事が貝塚にあるかな、どんな仕事が高槻にあるかな、そういうのがすぐ分かる仕組みを作ります。そして東京にせっかく建てたお家、それをリフォームして必ず誰かがそこに住んでくれる。そこから家賃が10万15万入ってくれば堺に帰ってきてももっと豊かな暮らしができる。そういう仕組みが今の日本の国にはありません。そういう仕組みを作って後継者が欲しいと思っている中小企業の社長さん、第二の人生は地方でもう一回元気に暮らしたいと思っている東京の人、それを結びつけていかなければならないのである。これから日本の国は恐ろしい勢いで人口が減るんですよ。あとたった22年後、今2018年ですが22年後の2040年、日本の人口は2000万人減るんです。あと22年で日本人は2000万人減る。80年経ったらば日本人は5200万人だから今の半分以下になる。200年経ったら1391万人だ。どうせ誰も生きてないけど200年経ったら日本人は10分の1になる。このままほっといたら必ずそうなる。本当にそれでいいんですか。人口がどんどん減っていく、それでどうやってこの日本を支えるんですか。経済を維持しなければいけないっていうのは年金であり、医療であり、介護であり、そして子育てである。そういうお金を稼いでいかなければ年金も医療も介護も支えることはできないのです。そのために人口は減っても一人当たりの稼ぎを最大限に伸ばすことによって日本の国を維持していかなければなりません。大阪は人口なんか減らないよ、堺は減らないよ、そうですか。2040年に堺の人口は1割減る。まあしょうがないな。だけど20代30代の若い人は全体では1割しか減らないんだけど、この堺でも20代30代の若い人は2040年に3割減るんですよ。豊野とか能勢町とかああいうとこに行くと同じ大阪府だけど若い男性女性は8割減るんですよ。これを止めていかなければならないのです。どうやって若い人たちが住み続けるそういう社会を作ることができるんです。そのためには堺の持っている力を最大限に引き出していかなければなりません。堺で観光って言ってもピンとこない人がまだ日本にはいます。ですけどこの堺は仁徳天皇陵があり、門の古墳群があり、大体この堺で山とか丘っていうとみんな古墳ですからね。これを世界遺産にして世界中から人がやってくる、そういう堺を作っていただければなりません。私この間お世話になって仁徳天皇陵に行ってきました。私は小学校も中学校も鳥取だったんで修学旅行は必ず大阪に来たんですが仁徳天皇陵を見たのは初めてです。あそこに今あるのはこういろんなコンピューターの仕組みを駆使してあの仁徳天皇陵ができた時のその姿が見られる、そういうような施設が今仁徳天皇陵にはある。
あれを見てびっくりしない人はいない。5世紀の作り物です。5世紀にできたものです。2000人が毎日働いて20年かけてできたのがあの忍徳天皇陵です。どれほど大変な工事だ、どれほど素晴らしいものができたか。エジプトのピラミッド、中国の始皇帝のお墓、それと並んで世界に3つしかないあのようなものを持っているのがこの堺である。いかに人を世界から呼ぶか、堺の持っている力を最大限に引き出していくというのはそういうことだと思っております。堺は食べ物もおいしい、そして酒もおいしい。一時期この堺には100軒の地酒屋さんがあったそうです。いい水がありますからね。この堺は日本酒を作るのでも有名なところです。だんだん工業が盛んになってお酒作りは廃れてきたんですが、今この堺で地酒を作ろうね、そういうような会社さんが2つ3つできています。そういうようなことで堺に大勢の人がやってくるようになります。医療、年金、介護、病気になったらお医者さんにかかれる、体が不自由になったら介護が受けられる、大事なことです。ですけど病気にならない社会を作っていく方が素敵じゃないですか。介護にならない社会を作っていく、医療、年金、介護、それも抜本的に改めてまいります。高槻だったと思います。この間の地震でブロック塀が倒れて小学生の女の子が亡くなりました。なんであんなことが起こったのか。あのブロック塀どれだけの高さがありますか。3メーター30あったんですよ。こんなブロック塀は作っちゃいけない。ブロック塀は 2.5 メートル以下でなきゃいけない、法律に決まっているのに、なんでそれが法律をされていたんですか。なんで関西空港の電源はみんな落ちたんですか。なんで北海道で全土停電が起こったんですか。あんなことは予測してなかった。こんなはずはないでしょ。あんなブロック塀を作ってはいけなかった、放置をしてもいけなかった。電源を海面よりも下に置けば高い波が来れば沈むに決まっている。儲かるからって言って発電所を集中すれば全土停電ということが起こる。こんなことは予想もしていなかった、考えもしなかった。そんなはずはない。きちんと考えればいろんな災害から国民を守ることはできるはずです。そういうことをやるのが政府の仕事なのではありませんか。私は別に総裁選挙だから防災省を作ろうって言ってるわけじゃない。災害があったから対応する、それよりも災害があっても被害が起きない社会を作る、それが大事なことだと私は思っています。大企業だけではない、国民一人一人に雇用と所得、そして国民一人一人に安全と安心、それを作っていくのが自由民主党の使命なのであって、私たちはそれを一生懸命訴えるためにこの選挙をやっております。総理はロシアにおられる。総理と私がこうやって本当はこの成和号の上に立って堺の皆さんに、大阪の皆さんに訴えるのが総裁選挙だったはずだが、総理はそれをなさらない。外交は大事ですからね、そのことに文句を言ってるんじゃないが、できたらあの会議と違う時期に選挙は設定してほしかったね。残念ながらそうはならない。じゃあ安倍さんが出ないから私が出ないってわけにはいかない。私はこれから19日までが選挙期間、20日が投票日、憲法についても訴えましょう。今自衛隊を違憲だ憲法違反だなんて人はいないですよ。世論調査やってみれば自衛隊は憲法違反だと言ってる人は1割もいない。自衛隊ありがとうって言ってくれる人は国民の9割。税金泥棒、お前の親父で自衛官だ、子供は泣いて帰るなんてことは今の日本にはありません。ありがとうって言ってもらえる自衛隊です。それをわざわざ憲法に書くのではなくて、
自衛隊は国内法では軍隊かな、国内法では軍隊じゃないけど海外に行ったら軍隊ですね。外国と日本の中で別の説明をする、そんな曖昧なことでいいですか。必要最小限度だから戦力じゃない、誰がそれを判断するんですか。そんな曖昧なことをやめにすることこそ私は大事だと思っていて、自衛隊を憲法に組めば全部解決だ、そんなことはありえない。自衛隊の諸君が一生懸命頑張って、それに応えるために我が自由民主党がやるべきことは、自衛隊とは何なのか、そのことをきちんと憲法に書くことだと思っている。どうせ分かりゃしないと、そんな諦めを持ってはいけません。我々は勇気と真心を持って国民に真実を語る、そういう自民党でありたいと思っております。私は何をものも恐れるものではない。圧力だろう権力だろう、そんなものを恐れていて代議士が務まるか、私はそんなふうには思っていない。自民党が国民の心から離れないように一生懸命正面から訴えてもらいたい、参りたいと思います。私は何者も恐れないが、たった一つ恐れているのは国民一人一人なのであります。自民党が恐れるのは国民でなければならない。自民党はうちにこもるのではなく、うちの理屈に注視するのではない、常に国民に向けて国民のために全身全霊、国民のために尽くす自由民主党、そのためには国民の信頼をつなぎ止めていかねばならぬ。この自民党だったら一緒にやろう、この自民党は悲しい人、苦しい人、そういう人たちのことを分かっている自民党だ、そう思ってもらおう。そのために私石破茂はこれから先も全身全霊を尽くして国民の皆様方にお訴えをいたしてまいります。どうぞ社会の皆さん、石破茂にご支持ください。今日はこれでお話をして天王寺へ向かいますが、本当は食べたいものがありました。缶袋のくるみ餅が食べたかったなと思いましたが、今日も食べることはできませんでした。また今度来ることがあったら缶袋のくるみ餅を食べたいなと思ったりいたしております。あるいは小島屋の消し餅も食べたいなと思っておりますし、あと日記餅っていうのもありましたね、これも食べてみたいなと思いますし、あのお蕎麦が美味しいところは何て言いましたでしょうか、あそこのちくまあのふわふわのお蕎麦、あれも食べてみたいなと思いますが、残念ながらふわふわのお蕎麦を食べることもできません。マルハのカツ丼も食べることはできませんが、また皆さん方とカツ丼でも食べながら、あるいはくるみ餅でも食べながら、氷くるみ餅と季節がいつまでかは知りませんが、そういうような機会を持って、本当に自民党は我々の政党なんだ、私の隣に自民党がいる、そう思ってもらえるような自民党を作るために石破茂全身全霊で頑張ってまいります。どうぞご支援賜りますように心からお願いしてご挨拶といたします。ありがとうございました。皆様の点数ありがとうございます。ただいま石破茂候補本人より熱い熱い訴えでございました。皆様、石破候補のただいまのお話、ご賛同を賜りましたならば、皆様のエールとして改めて大きな拍手をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。では、結びになりますが、徳島よりお越しをいただきました。後藤田正文衆議院議員より皆様方へ御礼のご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。どうも皆様ありがとうございます。今石破候補ご挨拶に回っております。本当に暑い中お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。私徳島県選出の後藤田です。この後藤氏には徳島県からもたくさんお越し住んでらっしゃる方もおられるようで本当に嬉しく思います。皆さん、民主主義ってのは何だろう、もう一回考えさせられる昨今ではないでしょうか。いや、日本は民主主義国家だよと思ってる方、こんな程度の民主主義でいいんでしょうか。いつでも
どこでも誰にでも意見が言える、これが民主主義です。そして選べるということが民主主義です。今回石破さんが出なかった、日本の総理大臣を選ぶことができなかったんです。そして政策の違いを国民党員が知ることができなかったんです。まさに今日ロシアに外遊に行かれる総理、ヨーロッパに行かれている松井知事さんがいる一方で、石破茂さんがこの大阪、堺、そしてこれから被災地を回るんです。関西のその違いを皆さんしっかり心に焼き付けて、この石破茂の思いを皆さんと共に共有して、党の総裁の選挙ですが、国民の声として、党員の声に皆さんのお力を石破茂にお願いを申し上げまして、この20日までの選挙戦戦ってまいります。どうぞよろしくお願いをいたします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。改め今月の19日まで、9月20日がこの総裁選挙の開票日となってございます。党員の皆様方には、ぜひとも投票権がございますから、石破候補へのご投票をお願いいたしますとともに、党員でない、党員でない、そうでない皆様方におきましても、どうぞ石破茂候補へのご支援、ご声援を賜りたいように、改めてお願いを申し上げ、こちら、かなり皆さん、党一括をお借りをいたしますよ。自由民主党、石破茂候補への演説会を終了とさせていただきます。皆さんお忙しい中、誠にありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。写真どうぞ。写真撮る。先生、写真撮る。ちょっと待ってください。そして、お気に入りの方は、足をしながら、お伝えを見せていただきました。江戸川綾子の光に、江戸川で撮ってます。どうぞ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 。はい、行きまーす。発信いただいた皆様方、SNS と投稿していただきたい際の、制限は何もございません。はい、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 どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。そして、はい、行きます。応援をよろしくお願いを申し上げます。ただいま、はい、はい、お一人にお願いをし、お一人の時間を足を引きながら、ありがとうございます。はい、行きます。はい、行きます。はい、行きます。行きます。行きます。石破茂衆議院議員、自由民主党総裁選候補の石破茂衆議院議員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。Yeah.
この声届きましたならば、石破ありがとうございます。石破茂に関しましてご支援いただきたくよろしくお願いを申し上げます。また党員でない方も自民党党員を見つけていただき、石破を応援してくれとお願いをしていただければ、広がりを見せていただければ ありがとうございます。政府政治までも政府していただき本当に感謝申し上げます。その皆様の熱いご支援のおかげで石破戦えることができます。どうか石破茂、ただいまデッキにて手を振りながらご挨拶させていただいているのが今回の総裁選候補の石破茂でございます。どうか石破へとありがとうございます。石破ありがとうございます。応援してるの頑張るという声、本当に勇気になります。心から本当に感謝を申し上げます。ありがとうございます。堺市東堺、ありがとうございます。政府での堺の皆様、残念でございますが、ご支援ございますので、ありがとうございます。ありがとうございます。石破茂でございます。